インド料理のライスプディングライスプディングは米をミルクで煮た料理である。同様のものが世界各地に存在する。日本ではニュービ、チチガユ、ミルクガユ、ライスプリンなどとも呼ばれる。ライスプディングは米をミルクで煮て作られる。主食として供されることもあるが、デザートとして甘い味付けがされる場合が多い。デザートとしてはシナモン、カルダモンなどの香辛料、各種のジャム、 ナッツ、ドライフルーツなどが加えられる場合がある。また暖かいままか、冷やして食べられるかといった違いも、地域や習慣によってたようである。英語圏では主にライスプリンと呼ばれる。ニュービの名は、観約物典に基づく。苦行を経た釈迦が、村娘スジャータから苦行されたのが、ニュービつまり父が湯であったとされる。この後、釈迦は悟りを開いたという。 アロスコンレチェアロスコンレチェキリバットシナモンと砂糖を添えたミルフィライスイカ各国における代表的なライスプディングの名称を挙げる。ありがとうございます。